ニコロ・カチャトーレは、イタリアの天文学者。パレルモ天文台の第二大大長として、荒廃した天文台を再興した。イルカザのアルファー星、ベータ星の固有名の由来となったことで知られる。ニコロ・カチャトーレは、1770年に、シチリアのカステル・テルミニで生まれた。パレルモで数学と物理学を勉強していた頃に、パレルモ天文台の大長、ジュゼッペ・ピアッチと知り合い。 1798年に天文台の大学院生アシスタントとなった。2年後の1800年、ピアッツがケレスを発見する前年に正式なスタッフとなった。カチャトーレはピアッツのパレルモ製表編纂を助けた。しかし実際にはカチャトーレが大部分の作業を行い、1807年からはプロジェクトを指揮していた。 彼は1807年と1819年の水星に関する論文も発表している。カチャトーレは1817年にピアッツィの公認としてパレルモ天文台の大長に就任した。大長としての彼の最も注目すべき観測は1826年3月19日の球状星団 NGC6541 の発見である。 天文台は1820年のシチリア革命中に攻撃を受けて破壊された。カチャトーレも投獄されたが、出獄後は施設を復元し、その後さらに20年間天文台を率いた。彼は天文学のみならず気象学の専門家でもあり、このテーマに関する多くの本を執筆した。1820年の政治的混乱の後には、両シチリア王国の議員も務めている。 1837年には、アメリカ芸術科学アカデミーの外国名誉会員に選出された。彼は、1812年に、エマニュエラ・マティーニと結婚し、彼女との間に5人の子を設けた。息子の一人、ガイタのカチャトーレは、1848年に、ニコロの後を継いで、パレルモ天問題の大長となったが、政治的な理由で同年に罷免された。 イルカ座のアルファ星とベータ星は特に目立つところのない四等星のペアである。このペアには1814年にパレルモ星表の第二版が発行された際に蘇生の知れないスアロキンとロタネブという名前が付けられた。この由来は長く謎とされていたが、星表の発行から45年後の1859年にイギリスの天文学者 トーマス・ウィリアム・ウェップ牧師によって以下のように解き明かされた。カタログの発行から45年後、ウェップがこの説明にどのようにたどり着いたのかは未だ謎である。二つの星に自分の名前を付けたいというカチャトーレの小さな悪ふざけの結果として生まれた二つの星の名前はその後も長く生き残り、2016年には国際天文学連合によって 正式な固有名として認証されるに至った。スルモードディリドゥールアドウニコシーステマルアザベーツオーネ、メテオロジキ。ありがとうございます。